ストーンズの未来をかけた決断。独立か遺跡か、その裏側に迫る。ストーンズ、トベで新たなスタートファンが知らない驚愕の事実。ストーンズが全員対処してトベに移籍するという噂がファンの間で大きな話題となっています。この噂が広がる背景には、ストーンズが現在所属する事務所での活動に対する不満や限界を感じる声が、少なからず存在することが影響しているようです。 彼らがもし独立や遺跡を選択する場合、どのような未来が待っているのか、そしてその選択がファンやメンバーにとってどのような意味を持つのかを考えてみましょう。ストーンズはその独自のスタイルと音楽性で多くのファンを魅了してきました。メンバーそれぞれが持つ個性と才能が融合し、唯一無二のグループとしての地位を確立しています。特に彼らの楽曲は音楽性が高く、 歌詞やメロディーが多くの人々の心に響いています。そのため、独立や遺跡によってこれまでの楽曲が歌えなくなる可能性があることは、ファンにとって大きな懸念材料です。しかし、新しい事務所での活動がより自由で創造的なものであれば、彼らの才能はさらに開花する可能性もあります。戸部は、元ジャニーズの滝沢秀明氏が立ち上げた新しい事務所であり、 彼自身も芸能界での経験と実績を持っています。彼のもとで活動することによって、ストーンズはこれまで以上に自由な創作活動ができるかもしれません。特に、世界進出を視野に入れた活動が期待されます。ストーンズのメンバーは英語にも堪能であり、その音楽は国際的にも通用する可能性があります。新しい環境で彼らがどのように成長し、 どのような新しい音楽を生み出すのか非常に興味深いところです。一方で、ストーンズが現在の事務所に留まることも一つの選択肢です。現在の事務所での活動においても彼らはすでに多くの成功を収めています。バラエティ番組やドラマ、映画などのメディア出演も増え、多岐にわたる活動を展開しています。このままの状況を維持することも 安定したキャリアを築くためには重要かもしれません。特に、ファン層がすでに固定されており、CD の売り上げも安定しているため、現状のままで十分に成功していると言えるでしょう。しかし、現状に甘んじることなく、新たな挑戦を求めることもまた、アーティストとしての成長には欠かせません。ストーンズのメンバーは、それぞれが強い個性と独自の才能を持っており、 より自由な環境での活動を望む声も少なくありません。彼らが独立や遺跡を選択することで、新たな可能性が開かれることは間違いありません。具体的に、ストーンズがトベに遺跡した場合、どのような変化が予想されるのでしょうか。まず考えられるのは、彼らがこれまでの楽曲を歌えなくなる可能性です。これはファンにとって大きな痛手となりますが、新しい事務所で新たな楽曲を生み出すことで、 その空白を埋めることができるかもしれません。また、遺跡によって新たなファン層を獲得するチャンスも増えるでしょう。特に、国際的な活動を視野に入れた場合、彼らの音楽がより多くの人々に届く可能性があります。さらに、トベでの活動はメンバーそれぞれのソロ活動にも大きな影響を与えるでしょう。ストーンズのメンバーは、それぞれが個性的であり、多彩です。 彼らがソロでの活動を通じて自分自身の才能をさらに開花させることができれば、グループ全体の魅力も一層高まるはずです。特に俳優としての活動においても、より多くの機会が与えられることでしょう。彼らの演技力はすでに多くの作品で高く評価されており、今後もその活躍が期待されます。とはいえ、ストーンズの全員が一斉に移籍するというのは、現実的には難しいかもしれません。 メンバーそれぞれの意向やスケジュール、契約条件など多くの要素が絡んでくるためです。しかし、もし全員が一致団結して新たな道を歩む決意を固めるのであれば、それは非常に強力なメッセージとなるでしょう。ファンにとっても彼らの新たな挑戦を見守り、応援することは大きな喜びとなるはずです。また、ストーンズの遺跡に関する噂が広がる中で、 ファンの間でも様々な意見が飛び交っています。一部のファンは彼らがトベに移籍することで新たなチャンスをつかむことができると期待しています。一方で、現在の事務所での活動を続けてほしいという声も根強くあります。どちらの意見にも一理あり、最終的にはメンバー自身がどのような選択をするかが重要です。ストーンズの未来を考える上で、 もう一つ重要なポイントは彼らのクリエイティブな自由です。現在の事務所では一定の制約がある中で活動していることも少なくありません。これに対して、戸部のような新しい事務所であれば、より自由な発想で活動することが可能になるでしょう。特に音楽やパフォーマンスにおいて新しい試みをすることができれば、彼らの魅力はさらに増すはずです。 ストーンズの未来を見守る中で彼らがどのような選択をするのかはファンにとっても興味深いテーマです。新しい事務所での活動が彼らにとってどのような変化をもたらすのか、その過程でどのような挑戦や成功を経験するのか、すべてが注目されるところです。彼らの音楽とパフォーマンスが持つ魅力はどの環境でも輝きを失うことはないでしょう。渡米への移籍に関してまず考慮しなければならないのは、 遺跡によって、ストーンズが得る自由度です。滝沢秀明氏が率いるこの新しい事務所は、クリエイティブな面での自由度が高く、アーティストが自分のやりたいことを追求できる環境を提供しています。これにより、ストーンズはより実験的で独創的なプロジェクトに挑戦することができるかもしれません。例えば、彼らがこれまでのジャニーズの枠を超えた新しい音楽スタイルやパフォーマンスを開拓することで、 新しいファン層を獲得する可能性があります。また、トベでの活動はグローバル展開の可能性も高めます。ストーンズのメンバーは英語に堪能であり、国際的な舞台でも通用するパフォーマンス力を持っています。新しい事務所のサポートを得ることで、海外でのライブツアーやイベント出演、さらには国際的なコラボレーションの機会が増えるでしょう。これにより、 彼らの音楽が世界中のファンに届くことになります。ストーンズの遺跡が現実のものとなった場合、彼らのブランドやアイデンティティの維持も重要な課題となります。現在の事務所で築き上げたイメージや楽曲の権利は、遺跡後もどのように扱われるのかが気になるところです。新しい事務所がこれまでの楽曲の権利を引き継ぐことができるかどうか、また新しい楽曲でどのようにファンを魅了するかが鍵となります。 最後に、ストーンズの今後について考えるとき、彼らのファンの存在も忘れてはなりません。ファンの応援があってこそ、ストーンズはこれまでの成功を収めることができました。どのような選択をするにしても、ファンとの絆を大切にし、その期待に応える活動を続けてほしいと願っています。ファンの期待に応えるためにも、彼らが最良の選択をすることが求められます。 ストーンズがこれからどのような道を歩むにせよ、その未来は明るいものであると信じています。彼らの才能と努力があれば、どのような環境でも成功を収めることができるでしょう。そして、彼らの新たな挑戦が、ファンにとっても大きな喜びとなることを願っています。ストーンズの今後の活動に注目し、彼らの新たなステージでの活躍を期待しましょう。 このように、ストーンズの未来は多くの可能性に満ちています。独立や遺跡、そして新しい挑戦が彼らをどのように成長させるのか、非常に楽しみです。ファンとしては、どのような選択をするにせよ、その決断を尊重し、応援し続けることが大切です。ストーンズの新たな冒険が始まる瞬間を、一緒に見守りましょう。